よん、ブライキンジョーンズです。ということで今日やっていくんですけど、今日はゼロカー展開アザンド40日目ということで今日もやっていきたいと思います。いやーちょっとね、気合で今日は乗り切っていこうと思う。いやマジでね、昨日ね負けすぎてちょっとやばかったんですよね。ちょっとね、泣いてしまって、ちょっと心配のコメントねたくさんいただいたんですけど、今日はガチで超本気でやって、マジで無敗する。無敗で行く。で、なんだろう。もう、俺がキングタワーの気持ちでやる。もう負けたら死ぬぐらいの気持ちでやって、今日も一戦一戦、もう超集中してやります。はい。ってことでね、早速で、まあ、今ね、今日でもう3分の2が終わるので、ね、今シーズンのシーズン終わりではね、8戦いけなかったらもう飛んじゃうのでね、俺は。なので、早速ね、チャンネル登録者を見ていきましょう。この企画はですね、新規チャンネル登録者1人につき50付近する。そして、トロ7000までに負けたら、負けた分だけウルトラレアキング宝箱を引くと、そういう企画になっております。で、昨日のね、チャンネル登録者、102,220人。そして今日のチャンネル登録者、102,351人ということで、131の皆さん、ありがとうございますと。ということで、かける50をしていって、6550円課金していきたいと思います。なんですけどね、昨日の余り分、380円足して、380で、6930円なんですけど、まあね、ウルテアレッキング宝箱、まあ、まだ引けないので、明日にね、持ち越ししていこうと思います。はい。っていう感じなんですけれどもね、やばい。やばい。もうね、結構やばいところまで来ちゃってますね。結構やばいところまで来ちゃってる。なんだけど、マジで、今日は本気でいきます。本気で。いやー、昨日でね、課金額もだいぶかさんでしまってね、58万8000円までで行きましたね。はい。で、まあ、3分の2、今日でだからまあね、だいたいまあ、負けすぎると60万円ぐらいに行ってしまうというところで、まあそこまで行ってしまうと、まあもうこれね、最終日向けて、100万円コースはまずいじゃないですか。さすがに。ここで流れを止めます。はい。ということで行きましょう。ペッコ。ペッコか、ロイホグが迷う。ロイホグめちゃくちゃ考えて、いや、ペッコで行くか。マジで考えよう。まず先に勝利の整数いただきます。あー、効く。よーし、行くぞー。バキバキ、バキバキできます。ゴースト。なんで今日は、一応そのなんかもう、負けたら死ぬぐらいのつもりで来てるんで、ズボン履いてません。うん。で、ちゃんとパンツも履いてない。だから、マジで、もし負けたら、もうすべてをさらけ出します、マジで。そういうつもりでやってます、俺は。トリトンかな？はいはいはい。はい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 。いやー、そっち殴るのは違うっていうのが。エレジですかね。トルネあったもんね。ゴブ折りで守られた。首回ってるもんな、ゴブ折り。オッケーオッケー。おお。はい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 。マジか、それはちょっとチャンスだな。これは同じ攻めをしますね。これはやんないと。これちょっとベビダル倒したらあいつをぶち抜けそう。
はいはいはい。いいよ。いやー、マジかそれ。じゃあギリギリまで粘ろ。でいい。いけ！ライト狙ってきそう。いけ。よっしゃ来た。おお、こら来たぜ。しゃ来たぞ俺。なあ、勝ったぞ。しゃ来た。今日は絶対に勝つ。今日は絶対に全勝する俺は。行くぞ。よっしゃ行くぞ。よーし。絶対に勝つ。もし映ってしまったら編集者に全部カットしてもらいます。もうやっといてください、マジで。よっしゃ行くぞ。ケツゴースト。よーし。オッケー、これがいいんですよ。いやさすがにザップっつな、これは。あー、ラバクロだ。チンチンデッキですね、これ俗に言う。はいはい。あ、全然いい全然いい全然いい。ちょっと痛いぐらいでちょっと痛いぐらい全然いいよ、こんなの。これで、はいはいはい、スキャミ咲かす。まあまあまあ、3000ぐらいまで削れるんとちゃうん？削れるんとちゃいますの？これ。やべ、削れすぎじゃね？それは。でもこれさ、マジでよし来たぞ。よっしゃ。いや、これだって相手陸行けなかったもん、マジで。攻めたら終わりだったでしょ、相手も。オッケー、来た。よーし、今日はしかもセリアに勝ってる。今日はセリアに勝ってるぞ、マジで。よーし、行くぞ。ガチで集中、ガチで集中します。マジでセリアに勝ってる。隠れも文字だと、小人図鑑に載ってるやつじゃないこれ。さては、小人図鑑の一番前にいるやつだ、隠れももじり。よろしく。やべえ、こいつ知ってるぞ。普通に知っちゃいけない情報知っちゃってる。隠れももじりはやばい。でかい。し、結構アドが取れたはずなんだよね。うわー、最悪やー、これ。一発はさすがに。オッケーオッケーオッケー。いや、許容だったな、今の。
あ、よかった。これ許容されてのがマジでやばかったね。あっこ許容されての攻撃バモスがやばかったけど、これダクネしかいないから、そう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 、オッケーオッケー、入る。いや、でかい、でかすぎ。これゴーストぶん投げて、いや、でかい。あれ、ちょっと待って、君、ああ、でかい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 ぞよし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 、やばい、どっちかい、いいよ。隠れ魔王子に来たー、よしよし、来たー、今日はマジで全勝する、来たぞ、3勝目、ガチで勝つ、ガチで勝つ、勝つことだけしか考えてません、俺は今。よーし、絶対勝つ、来いよ、俺がキングタワー、俺がキングタワー、俺がキングタワー、よし、よろしく。集中、行くぞ、マジで、今日は、全勝、20連勝できます。俺なら20連勝できる才能を持ってます。あ、ペコね。ペコちゃんね、ペコちゃん。お、ガチ？それ。あ、次。ぶち抜きバンバンバモスいきます、でっか、竹変わった、あげくよ、いや、でかい、竹も変わりますね、いやー、来たー、俺分かってんだよ、来たぞー、これはゴーストですね、で、ゴースト受けに言うのを使う、これが一番効率的な防衛、いや、いいよ、でかすぎる、ガチで、いやー、これザップとか仕掛けてきそうだな、まあそうですよね、まあ、しょうがねえな、これは、まあでもいい防衛したかんね、いい防衛大臣来るよ、これおい、どうすんのこれ、あれ、まあ、じゃあちょっと貫いちゃってますよ、よいしょ、はい、隠れて、よいしょ、おい、まだまだ抵抗すんの、まだこいつの目死んでないのこれ、ペッカ来るな、右、おい、こっちで俺はこっちで飯食ってきます、左サイドで、あ、ちょっとまずいなこれちょっとまずいなこれ、オッケーオッケー、はーい、
よし、4連勝絶対に勝てる俺は。6、いや、シーズン最多更新しました。まずね、まずここは、シーズン最多更新です。よっしゃ、行こう。待て。こいつ、こうパスを引く。あ、で待って、これさ、まだ引かない方がいいな、これ。これまだ引かない方が、ヒーローが出るから、ちょっと待つわ、これは。俺はタワー14になる男だから、ヒーローが出るまで、ヒーローじゃない、チャンピオンね。言い間違えないで、ほんとに。チャンピオンが出るまで待つわ。よっしゃ、行こう。ててててて。ゴールデンナーイ。あれ。あれ。え、このゲーム、さては、なんか、あれおかしくない今。いや、マジでもう。チンチンじゃないですかこれ。エレキ、あ、ありがとう。おかしいぞ、おかしいぞ。おって、ありがとう、ありがとう、ありがとうって言った今。え、ありがとうって言った今。ありがとうって言った、ありがとうって言ったね今ね。ありがとうって言ったね、ありがとうって言ったね。のありがとうって言うんだ。ありがとうだよね。ありがとうだね。あれ入ってねえな。ありがとうだよね。いや、5打てばよかったな、これ。いや、チャンスすぎた。ありがとうだね。絶対に入れ。よっしゃ、行くぞ、お前、マジで。舐めやがってこの野郎、舐めた真似しやがったな。やべ。お、なんちゃ、これ、マジアチがぶち抜いてる。2枚、2ぶち抜きで。バカ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 、なんでー、こんないいプレーしたのに。まあ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 、相性悪かったからね今のは。痛かったけど、俺キングタワーだから痛かったけど、これ相性悪かったから全然です。正直痛くないです、うん、死んでません俺は。だからキングターだもん、おられてねえもんまだ。あぶねえ、よかった、俺の手下でよかった、マジで行かれたの俺の手下でよかったわ。あぶねえ、まだ俺死んでないんで。ウルトラマン、俺らリサイタルズ AKA カント、カン、AKA ガミーですよ、これは。いや、いいよ。はい。はい。パコ。豚になってもらいます、あいつには。あの状態のこと、豚って言うんですよ。入るだろう、それ。知ってんだよ。わかってんだよ。
よし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 。で、あいつをぶち抜いて。偉すぎー。なんか来んだろ。オッケー。で、ムーというのデリバリスケってことは、そうだよね。オッケー。で、デリバリ切ってるからユーの追加刺さる。あるの？あ、これデリバリーないと守れないんで、工場逆対いきまーす。いや、左だったか、打つべき。バレルウォールブレイカーか、ちょっと危険だな。危険だな。バレルウォールブレイカーは、まだまだここからまくられる可能性十分にあるな。十二分にあるな、これ。オッケー。あぶね。タワーいけ。よし、いけ。もう一発、もう一発。よっしゃ、来た。ほら、これ、割れ、これ、割れ。どれ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 。よし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 。あ、一本あげます。あ、ジジイ来たー。はい、ありがとう。でけえぞー。ラスト78いって終わろう。今日は短期集中型ロワイヤルアサシン、いいですね。ロワイヤルの暗殺者っていうことで、ロイヤルなのかもしれないね。ロイヤルっぽいな。ロイヤルなんてか。でかすぎ。ああ、いいね。そこで墓石くんのでかいよ、マジで。あー、これでもスケドラ、これ陸受け絶対刺さるんだよな。ここ行くのちょっとイチャイチャ続けたいよね、まだまだ。はいはいはい。ここもまだ刺さるな、エレキからの姉妹ゴースト。お、まあ、スケドラが来るんで、これ5を打ちましょう。まだ達成回ってないんですよ、これっていうギャグね。ギャグあんま真に受けないな、本当に切れるから俺普通に。はいはいはい、これで相手、陸受けがないと。いや、ワンチャン回りそうやな。縦線、縦線回る、これ。くー、カチンとくるな、マジで。これし、墓石だからね、これ。うわい、やばすぎ。
よし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 、いいぞ。ここだな。達線が来る。遅いってお前。ね、なんで前行ってないの？ね、ああもうって、うわあ、どうせ来たのさ、落ちねえだろ。マジ？マジかこれ。ダメだ、ペッカダメだったわ。ああマジか。ちょっと待ってよ。これやばいよ。ガチか。七コス8枚ペッカで折れたな。でもあれメガゴトスケドラしかなかったかな。うわー、やっつまったよ。くそー、2負けですね。まあ今チャージされてる、負けたから僕分の、まあ2個、1万3000エメラルドあるから残り8000になるまで引けばいいね。さあクレーターコード1週間で切れるんでね、ちゃんとこまめに来期打ってあげて。いきますか。2回。くそー、マジで。悔しいな。今日はガチで勝ちたかったな。無敗できたかった、今日だけは。ベビドラー。あ、エレジー、でかい。このゴールドはでかい。さあ、1回。はい。いや、オッケー。ウルトラレアキング。さあ、ワイルドカード。いやー、マスケ。こっちだねー。こっち。いやー、こっち。いやー、どっちだ？これはどっちだ？まあ、こっちでいいか。来い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 ！オッケー！はい。ラムです。よーし、ゴールドも溜まったな。はい、ということでね、多分今日で課金額、59万円に突破したんと思うんですけれども、危ない。明日で60万円の節目を迎えようとしている。まあなんですけどね、とりあえずタワーをね、経験値上げまくってタワー14にして、チャンピオンを手に入れる。そこをね、目標に頑張っていきたいと思います。それで8000に。行く。俺は絶対に行く。バイプッシュはできん。絶対に。ってことでね、今日はこの辺で終わろうと思います。ってことでまた、次の動画で会いましょう。バイバイ。